毎日来ていただけるとは光栄ですね。どうも。ちょっといきなり何をするんですか。あなた小鉄さんにもこんなことしてるんですか。いきなり触らないでください。お茶をこぼすところでしたよ。できればもう少しお話をしたいと思ったのですが。どうした、腹でも減ったのか。あっ、楓に電話すんの忘れてた。お前見てると楓がちっちゃくてやんちゃだった時のことを思い出すな。16時48分だ。おい、なんだ、爆発でも起こったのか。ちょっと見ていくか。